前回は豊田合成の CM 漫才を作るためにエアバッグの工場や試験施設を取材したミルクボーイの2人、今回は全く違った特別な体験が待っているようです。芸人 CM プランナー豊田合成編。さあ、芸人 CM プランナー豊田合成編、今回は工場と違う場所にやってまいりました。はい、はい、何でしょうかここは。実はですね、当社豊田合成は、はい、スポーツクラブの活動にも力を入れておりまして、はいはい、こんな建物を作ってしまいました。これ豊田合成さんの体育館ですか。そうでございます。お前記念体育館で書いてある。すごい、めっちゃ綺麗ですね。ほんで、はい、これは昨年の9月にオープンしたばかりの。あ、そうなんですか。はい、すごいな。これクラブチームが、はい、こちらでやっておりまして、活動してるんですか。活動しております。はい、すごい。で、今日はこの中に実際その当社の中でですね、はい、特に強いチームが中におりますんで、せっかくですね、それも見ていっていただければと。あ、いいんですか。はい、ぜひお願いします。嬉しい、すごいね。ちょっと見させていただきましょう。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ中行きましょう。うわ、すごい綺麗な。でかいよ。ということで期待を膨らませ中へ。おー、楽しみ。お願いします。どんな感じ。はい、うわー、どうぞ。でっかいんですか。すいません、お邪魔します。でかっ。うわー、めちゃくちゃ広いっすやん。かっこいい。すごい、なんか黒で統一してめちゃくちゃかっこいい。かっこいいな。へえ、綺麗やし。すげえ。どれぐらい広いんですかこれは。ですね、平米でいくと2000平米ぐらいでございまして、バレーボールが3面ぐらい通常時は入ります。うわ、すごー、はい、で今は収納されてますけど、壁際にも座席がありまして、はい、まあ、最大で3500人入っていただける。結構入りますね。でかいっすね。はい、だって大きいスクリーンもあるし、はい、すごいよこれは。で、バリアフリーの施設ですとか、実際太陽光発電ですとか、そういったSDGs のところも意識した設備が、はい、ままですね。なるほど、はい、最新のやつやからもう全部ね、はい、そういうのを気をつけて作られてるんですね。そうですね。さらにエントリオにはアンドトレッセというカフェレストランも併設されており、店内で焼き上げたパンとともにホテルシェフとして経験を重ねた自慢の料理を落ち着いた空間で味わうことができます。そしてちょっと変わったコンビニも。こちらにはエアバッグの端材などを使って作られた豊田合成のサステナブルグッズの販売や、岩手県や宮城県の日本酒など東北復興支援商品の販売も行われています。この奥でね、さっきから練習してある方もすごいチームの方ですか。はい、彼らはですね、はい、当社豊田合成のバレーボールチーム、ウルフドッグスのメンバー。ウルフドッグス、はい、強そうな名前やな。めっちゃ強そう。有名な選手いらっしゃるんですか。ですね、ポーランド人のクレックという選手がおりまして、彼は世界的に有名な選手で、はい、2018年の世界選手権で MVP を取っている。すごい、いる選手が。めっちゃすごいじゃないですか。じゃあもう世界一の選手が、はい、と言ってもいいと思います。はいはい、豊田合成にいるんですね。すごいです。それは強いですよね。V リーグの中でですね、はい、今シーズンというか、日本で3位に、おお、すごい、ありまして、もう少しで1位になれたんですけど、今年はまあ3位で、過去には1位も取ったこと、優勝したことも、優勝もあるんです。あります、はい、すごいじゃないですか。日本のトップチーム。これは声をかけずにはいられません。ミルクボーイがウルフドッグスに迫ります。改めまして、ウルフドッグスの皆さん、ミルクボーイです。よろしくお願いいたします。キャプテンはどなたになるんでしょうか。はい、あ、僕です。あ、すごい。6番の、はい、コンさん。コンと申します。あ、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう何センチですか。僕191ですけど。191、はいはい、この中だと普通ぐらい。普通191が、はい、確かにそうですね。皆さんとそんな変わらん感じ。平均がもう190ぐらいだと思います。はい、うわ、すごいな、これ。いくつなんですか、この選手は。何歳ですか。33歳です。あ、はい、ちょっと下か。安心しました。全然安心できへん。大ベテランです。安心しました。そんな離れてないですけど。なんか聞くとこによると、クレック選手が世界的に有名な選手なんですけども、はい、そうですね、彼なんですけど、
あの今シーズンリーグで得点王に輝きまして、うわすごい、2018年の、世界選手権でも彼は MVP を獲得している本当に世界的なアタッカーです、ね、え身長いくつなんですかクレック選手。207 2m7cm すごい207かっこいいわ。 おいくつですか。 33歳。あ、安心しました。じゃあ年下僕らの上で安心できへんのどう安心すんの。上でした。うわすごいですよ。でも、ね、日本トップクラスって聞いてはいるんですけど、はいはい、なんかあの内海がねえどんなもんやねんそれはっていうのを言うてておい言い方おかしいやろほんまかっていう、どれぐらいすごいんですかっていう丁寧に聞いただけですよ。なんか目こすりながら言ってたんでちょっと練習言うてないやろそんな風景を申し訳ない。なんかちょっと軽いなんていうんですかね、試合ミニゲームみたいなって見せてもらうことできるんですか。もちろんです。おお。ということでミニゲームを見せてもらうことに。うわあ、お、高いよ。おお。来た。おお、じゃあ、あっか。おお。ああでもそんなジャンプしてない。いや全然飛んでない。軽く飛んでるだけ。これがかっこいいね。おお。おお。なんか言ってはんのが全部亡霊なんやな。ツーツーとか言ってんのが。おお。あ、間近で見るプレーは圧巻。二人も驚いたようです。いやすごかったですよこれ。ね、あちょっと本選手いいですか。いいですか。あのね。はい、今日はね僕らあの CM 漫才を作るために豊田豪生さんを取材させてもらってるんですけども、はいはい、なんかちょっとネタになりそうないい情報ってありませんかね。そうですね、はい、教えてください。お願いします。まあじゃあだったら、はい、僕らと勝負して勝ったらえ、はい、いいネタあげます。勝負して勝ったらいやいやえ、じゃあええか諦めるか諦めるか。いやいやすごい勝負無理ですもん。何ですか勝負って。何ですか。そうですね、はい、じゃあ僕らがあの代表選手3人が1球ずつスパイクを打ちますので、はい、ミルクボーイさんがそれ1本でもあのレシーブできたらあのミルクボーイさんの勝ち。無理やろ今見てましたよ僕ら絶対無理あんな。大丈夫ですよ簡単ですよ。簡単じゃないですって簡単ですよ。いや絶対怖いこんなん。エアバッグいりますよほんまにほんまにいりますよ。ということで完全防備に変身した2人が挑むのはレシーブ対決3本勝負。ウルフドックスの1人目は世界最高峰のアタッカークレック選手です。いやこれなこんな防備ないよなかなかシャープ1はもっとほのぼのしたロケやった工場見学してたんですよ、はい、シャープにえらいしんどいな。こんなここまでせなあかんの。あの会長の知り合いやって言うといてもらっていいですか会長と仲いいって言うといてもらっていいですか。 OK ちょっと弱まったかもしれない。よっしゃーよし。レシーブ対決1本目。来たな、うわっ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 、無理？目全然無理。え、目あった？ずっと合ってる目が。あ、怖っ。1本目は駒場の腰が引けて失敗。ウルフドックスの2人目はニックネームは小籔、ミドルブロッカーの小山選手。うわぁ、そうこれさクレック選手の方がなあ分かってる可能性あるよねこれ怖いかもね。ちょっと来るかな。一応構えよう。めっちゃ触ってる。試合みたいにしよう。試合みたいにしよう。リラックスリラックス。リラックス。行きます。レシーブ対決2本目。ふかしてた。
イエーイエーイエーイチャンスある、チャンスある。今惜しかったですよね。今足は当たってた、足当たった、足当たったけど、何にもしてない足に当たっただけよ今。2本目は宇都宮の悲鳴が響き渡り失敗。ウルフドックスの3人目は目力強め気合十分のアウトサイドヒッター山崎選手。うわー、ちょっとでも取りたいな。いや、ほんまにいけそういけそう。ちょっと手さえ今伸ばしてた。逃げたらあかんわ、逃げる方は怖いね。そうだね。じゃあお二人あれじゃないですか、的を大きくした方がいいからちょっと くっついた方がいいんじゃないですか。二人で、まあ、あーなるほど、はい、どっちかに当たるってことか。当たる作戦。あ、これでそっか、上げて。あ、いいいい。コンキャプテンのアドバイスで当たる作戦を実行することに。果たして強力なスパイクをレシーブすることができるのか。レシーブ対決3本目。だけやね俺ほんま。反応できてない、ね、反応できてない。どっしりしてたよ。気づいたら当たってたのよ。ちょっとね、なんかもう一回やったらいけそうやねんけどな。いや、お願いしたらマジでいい、うん、いいですか。ちょっと僕ほんまあげますわ。いけそうらしいです。ということで泣きの4本目。いや、やってくれると思いますよ。なんと宇都宮一人で挑みます。古すぎるでしょ。めちゃくちゃ昔のバレー。 OK。 果たして。宇都宮の意外な男気と反射神経で見事ミルクボーイの勝利。ありがとうございます。いや、頑張った甲斐ありました。すごいです。じゃあちょっと、はい、漫才に使えそうな情報を教えていただいてよろしいですか。はい、じゃあうちのチームの、はい、とっておきのマル秘情報。やったですね。お伝えします。お願いします。何やろう。勝岡選手は、はい、ものすごいスニーカーマニアです。弱いな。弱い。あの重みに合ってないですね。いやめちゃめちゃスニーカー大好きなんです。スニーカーマニア。ほなもう何百足と集めてはるんですかね。あ、まあ20ちょっとぐらい。20ちょっと弱い。ウルフドックスの皆さん、ご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。本当に。で、大丈夫、チップないですか。なあ、これほんまにもうすごい衝撃受けただけやな。お疲れ様でした。貴重な経験させてもらいました、はい、でもまだまだ2人、はい、豊田豪勢にはですね、はい、今日本最強のハンドボールチームが実はございます。ハンドボールも強いんですか。そうなんです。すごっ。最強ってどういうことですか。はい、あのハンドボール部はですね、創部46年、1975年に創部した豊田豪勢ブルーファルコンというチームなんですけど、歴史ありますね。すごいですね、はい、あの今年初めて日本のトップリーグである日本ハンドボールリーグで優勝いたしました。おー、すごい。最強や、はい、ついに優勝、はい、これすごいですね。昨年の暮れにですね、行われた日本選手権というの トーナメント大会もあるんですけど、はい、そこでも優勝しました。へー、じゃあもう一番2冠でございます。2冠。はい、あ、すごい。今日はですね、そのチームの声を呼んでおりますんで、ち
と嫌な予感もするまあこれつけてるしなまだなんかサポーター外してくれんかったからな、ね、なんかなすごいすごいって言いたいけどなんか喜べ嫌な予感を感じながらもブルーファルコンの皆さんとご対面ブルーファルコンの皆さんこんにちはミルクボーイですよろしくお願いいたします すごいですよなんかもう日本一のチームと聞きましたけども、はい、どうですか キャプテンとかいらっしゃるんですか、はい、キャプテンですお願いします、はい、お願いしますどうですか日本一になって環境とか変わりましたでしょうかそうですねあの本当にいろんな方からたくさん声かけていただけるようになりましたし非常に多くの方に認知していただけたなっていうのは最近非常に感じてますね今おいくつなんですか今29ですあじゃあ年上です、はい、先輩ですよかったよかった年上だけでも分かっときたいそうやなすごい皆さんね、はいはい、かっこいい感じで、ね、爽やかな感じで爽やかなチームですけども、はい、うんじゃあちょっと、はい、そのプレーを僕らあんま見たことないので見せてもらってもいいですかはいお願いしますよろしくお願いします楽しみということで間近でプレーを見せてもらうことにおお目で追うのがこれ必死ですねこれすごいパス回しあいやおおおお迫力がすごいなすごいいや実はですね僕たちあの CM 漫才を作るために豊田豪生さんに取材させてもらってるんですけども、はい、ちょっとなんかネタになりそうないい情報ないですか ね教えていただきたいんですけども、はい、なら僕たちと勝負して勝ったらあのいいネタ教えますいやいやもうそうですねええー、ですよもうさっきやっても腕上がらんのよ俺ほんまに有無を言わさずやりますよペナルティースロー対決ペナルティースローとはサッカーでいう PK に近いルールゴールキーパーとの1対1の勝負でゴール正面の7メートルラインからのフリースローです今回はペナルティースローを2ターン行いミルクボーイが1本でもゴールを決めるかもしくは止めることができれば勝利となりますそれでは1ターン目先攻はミルクボーイミルクボーイのスロー担当はコマバーブルーファルコンのキーパーは抜群の瞬発力が売りの藤戸選手いやいけるいける絶対いけるいやめっちゃでこく見えるでいきますまず頼むよ決めた終わりやからえっうわー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 でかく見えんのよほんまゴールの隙間がないねんこうやってあると確かに1ターン目後攻はブルーファルコンキューバ出身の世界的プレーヤーバラスケス選手がスローミルクボーイのキーパーは先ほど見事レシーブを決めた内海いやちょっと怖いなうわ怖っ冗談通じますよね冗談とか言うたりしますよね、いつもちょっとお願いしますねいやでもほんまに怖い低空の方がいいで、パーの方がいいですパーの方がいいっすかパーの方がいいんすかパーの方がいい頼む頑張って行きますピッうわ今の取れたな今のこういけたないけたいけた2ターン目先攻はミルクボーイいいぞうわこれやねプレッシャーめっちゃでかいねんなここでさっき横並んで喋ってる時と構えた時のサイズ感が全然違うゴールを決めた瞬間に勝利ですがうわじゃあ僕ら言ったんでじゃあ高校も一応やっときましょうやらんでええやろやらんでええやろ勝ったんやからもう
勝利のスローをもう一度。見事な股抜きでした。じゃあ僕たち勝ちましたんで情報をお願いします。はい、実はですね、はい、我々トヨタ合成の会長である宮崎会長はですね、はいはいはい、大の阪神ファンなんです。おー知ってる。会長の部屋入ったんですよ。行かれてた、行かれたんですよ。もう目の前にあったんで一番朝一で知ってました、ね、最速でした、もう帰ったのに。とにもかくにもブルーファルコンの皆さんありがとうございました。いや疲れましたね。漫才前じゃないですよこれ。本当にシャープ1がなほんまにほのぼのしてたのに、そう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 、2はスポーツやったね。なあ、でもすごい幅広い会社ですね。いやすごい、仕事もあんなみんなバリバリやって、スポーツもこんだけ徹底した、そりゃすごいわなあ。ほんでそれで社員の皆さんで応援して楽しいやろね。いいと思う。8000人もいらっしゃるから、うん、ミルクボーイのお二人、そろそろ漫才は作れそうですか？そうですね、でも結構なんか面白い情報、たくさん聞けましたし、ね、結構ね特殊なことがやってる会社でもあるんで、なんとなくなんか言えることはいっぱいありそうな感じですね、ちょっとじゃあ作ります。作りましょう。よし、腕痛い。次回はいよいよ CM 漫才完成間近、漫才作りのための情報収集クイズも。お見逃しなく。不安になります。